僕は人生に3人のパートナーが必要ってよく言ってましたね。恋愛、結婚、セックスは別タスクにする。セックスっていうのは子孫繁栄のために行う行為、恋愛っていうのはドキドキを感じる、結婚っていうのはもう村を作って生存率を高めようっていう、そのやっぱ制度ですから、このなんか三権分立がちゃんとできてないんで、なんかぐちゃってなっちゃって悩んだりとか揉めたりするんで、だからなんだろうな、浮気したってキャーってバーってなってもう別れるっていうのはもう三権分立のことをもともと理解しようとしてなくて、ちょっとでも理解をしてたら、まあ何かがあった時に聞く耳持てるから。実際にそれを実践してる人ってなかなかいないから、頭で分かっててもね、そうだ、気持ちがついてこないですからね。いや俺もめちゃくちゃ嫉妬深いから同調はできないけど理解はしているっていうのと、全く聞く耳持たないのって多分持ちようが違うから、相手の意見を聞く耳持てるから。